知らないうちに嫌われる人の行動4つ目は恥をかかせるだな。例えば人前にもかかわらず子供や従業員を叱ったりする人がいるだろう。いますね。あれ最悪ですよね。はあ、その他にも合コンとかでこいつ童貞なんですとか、この人可愛こぶってるだけですなどの人前で恥をかかせるようなことも絶対に言ってはいけない。何があっても相手の顔を立てることが大事だ。じゃあ例えば T シャツに値札とかがついていたらなんて言えばいいんですかね。周りの人にバレないように値札ついてますよとこそっと伝えてあげればいい。従業員が間違っていたら周りの人にバレないようにこそっと優しく注意してあげることだ。大事なのは周りの人にバレないようにすることだな。これが相手の顔を立てるということだ。そうすれば相手は感謝してくれるだろう。もし周りの人にバレるように大声で注意したら相手は恥をかかされたと感じて恨みを抱くだろうな。そうですよね。たとえ自分が正しくて相手が間違っていたとしても伝え方を間違えると相手の自尊心を傷つけることになる。相手に恥をかかせるのは法律では規制されていないが犯罪だ。覚えておけ。